後ろへ戻して森田カットに行きます。裏を狙うチャンスになる。メッシよろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。シュート決まった。先制素早いパスで攻め上がっていきます。デイビッドから左サイドネイマール。おこれいいでしょう。クロスが上がる。あっ球だ。ゲット。この時間はマンチェスターユナイテッド対ウルサン、こちらの一戦をお届けいたします。スタンドに詰めかけたサポーターの声援を受け、両チーム今日のゲームを戦います。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。シュート決まった。先制あります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。さあマンチェスターユナイテッド、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。いや強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりますよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。ここはファールを取られます。レフリーの注意が入ります。バッペが受ける。マルキーニョス奪いに行きます。ベリンガム、と呼んでいた。これは合いません。さあカウンターを仕掛けます。抜けてくる。さあここから持っていく。ここは繋がりません。シュートレンジです。セカンド拾えるか。ここも堅い守りでボールを奪います。ここから打った。エデルソン、いやよく止めましたよね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。ウルサンとしてはここも高さで当然勝負してくるでしょうね。守備陣クリアの対応です。ネイマール、さあ来たか。アレクサンダー・アーノルド、ここは対応します。コマ上がる。ディフェンスこれを読んでいた。ベリンガムパスでつないで攻め込んでいきます。ここは奪います。ベリンガムへ。さあベリンガム、ベリンガムウィクロス、ボールはクリア。ロドリ、さあカウンタースピードを上げたいところ。マルキーニョス縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。 There will be one minute at a time. さあ繋がるか。ガテイ、エデルソン、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。前半から得点が動いています。さて北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。ウルサンとしてはしっかり守ってからの速い攻撃というのがうまく決まりましたよね。マンチェスターユナイテッド対ウルサン、
ウルサンが1対0とリードして折り返します。セカンドハーフ見ていきましょう。ウルサンとしてはここで守ろうと思ってしまうと向こうにペースを逃げてしまいますからね。なるほど。そのあたりゲームの進め方は慎重にいきたいですよね。後ろへ戻して森田カットに行きます。狙う狙うチャンスになる。メッシー、いや追加点、これで差は2ゴールになりました。鋭いボールゴールへと突き刺さりました。いやなかなか止められないシュートですよね。これは打った本人も手応え感じたゴールだったんじゃないでしょうかね。さらに1点を追加し2対0としています。ウルサンとしてはプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。ロバートソン、彼のオーバーラップは大きな武器になります。ここもしっかりディフェンスしました。来た、これはビエラ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ウルサンとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。モイセス回してどこからシュート、いや今のは惜しいし、シュートは枠を外れていきました。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。まパッとコース開いた。ロドリ、ベリンガムがこのボール奪いに行きます。ロドリ、ベリンガムからデイビッド、右サイドへ振って、ウルサンが最初の交代カードを切ってきます。裏へのスルーパス、これは合いません。カイセド、インターセプトを狙う。ヘナンロジ、ウルサン、カウンターを仕掛けていきます。ブンメニングからのパスはディフェンスが対応。森田、コマン、このボールはつながりません。しっかりしたいですよ、ここは。フィリッポ・インザーギから浮き球のパス、森田、ダニーロへ、素早いパスで攻め上がっていきます。デイビッドから左サイド、ネイマール、おーこれいいでしょ、クロスが上がる、頭だ、ゲット、マンチェスターユナイテッド、後半アディショナルタイム、デイビッド、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。いや寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのが通る。ここで笛です。2対1、1点を争う好ゲーム、見事競り勝ちました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。ウルさんとしては中央をうまく切り崩して攻めていってましたよね。やはりドリブルで突破できる選手がいるというのは非常に大きな戦力になりますよね。はい、そうですね。そろそろ放送時間もなくなってきました。解説